はい。こんにちは。こんにちは。挨拶していいですか。はい。皆さんこんにちは。エムズスキーサロンの吉田正弘です。今日は札幌テニスキー場にやってきました。いい感じですね。はい。雪やばくないですか。雪めっちゃいいですよね。さっきまで降ってたけどちょっと止んできましたね。止んできました。今回はちょっとシーズンも折り返しということで、いつもこう皆さんにスキー技術の提供をしてるじゃないですか。はい。僕。うん、僕も上手くなりたいなと思って。練習ですか今日。そう、練習できてないんだあんまり。はい。いつもよりでも滑れてるんですけどね。でもちょっとなんかがっつり練習の日っていうのがなかったんで、はい、でちょっと滑ろうかなと思ってて、はい、で、まあ、シリーズになるかねどうかわかんないんですけど、一番ちょっと僕が今気になってるのがコブで、ちょっといくつか滑り方試したいのがあるんですよ。おお。そうだから、かずみさんね、あの練習途中じゃないですか。そうなんですよね。そうだからまず僕がちょっとしっかり、はい、なんかどんなことプロスキーヤーだけど。あ、練習するんだみたいなのが皆さんに伝わったらいいなっていうのと、はい、普通に上手くなりたいっていう、はい、ただそれだけです。じゃあ追わせていただきます。お願いします。はい、ちょっと頑張って練習します。お願いします。はい、お願いします。はい、コブにやってきました。やってきました。試したい滑り方が2つあって、はい、1つはなるべくこう早くコブをこう滑っていく、うん、でコブって足元のこの凹凸があるんで、はい、それにこう応じてスキーのトップが上がってしまうのを下ろすって、この作業が必要なんですよね。そうなんですけど、こう一回上がったのを下ろそうとするとスピードが速いと結構こう対応できなくなるんで、ポジションをちょっと思いっきりこう斜面に直角ぐらいまっすぐ立って、はい、でこう抱えた時にはもうトップが下がってるみたいな、そもそもこう一回こういう感じじゃなくて、こうフィンディングの後ろ、はい、をお尻にこうやって近づけるような感じで、もう吸収とトップ下げるっていうのを同じテンポでやっていくっていうのをやるとどうなのかなと思って、はい、それをちょっと試したいのと、もう一つは結構僕撮影多いじゃないですか。多いですね。そうだから、どっちかというとなんか検定とかみたいにミスなくコブ滑りたいというよりは、はい、ちょっとこうリスクあってもいいんですよね。なんかそれが逆にこう、躍動感だったりとか、なるほど、なんか迫力につながるんで、あえてちょっとポジション遅らせて、はい、ストックもついた後普通はねあんまりこう置きっぱなしにしない方がいいんですけど、ちょっとこう置きっぱなしにしたりすることでなんか躍動感出るかなと思って、はい、なんかその2つをね今日ちょっとせっかくかずみさんいるんで、はい、動画も撮ってもらって私大丈夫撮れますかね。そう、いやどういう風に見えるかなってチェックやっていきたいと思います。はい、滑ってみましょう。滑ってみましょう。はい、かずみさんストップ。はい、ありがとうございます。すいません。 OK、 しましょう。はい、体回しがないように足を当てた、ちょっとめっちゃ早いです。早い時の練習。はい、なるほど。でもやっぱりちょっとコブに当たった時に状態ブレるんですよね。だからなるべく今斜面に対してまっすぐ立とう、まっすぐ立とうと思いながらこう滑ってるんで、はい、あんまりね重心前になりすぎると今度は関節の動き止まるんですよ。はい、この状態から膝曲げるって難しくないですか。難しいです。そうだからちょうど斜面に対してまっすぐ立つぐらいのところで吸収するっていうのが難しいんですね。なるほど。でもちょっともう一回いきます。はい、お願いします。頑張った。
今のちょっと、もう一歩お願いしたいです、ね。うん、ちょっともう一回行きます。息が上がる。あんまりレッスンとかだと、本気で滑らないというか、なんか、その時の内容が分かりやすいように丁寧に滑るんで。はい。今日練習だから。練習だから。久しぶりに。ガチで滑ってる。いや、なんか、追ってって言われて、全然追えなかったです。それもまた、ちょっと後で映像チェックするのが楽しみ。はい、なんかもしかしたらね、こう、そんな早いの参考にならないよと思う方もいらっしゃるかもしれないですけど、はい、普段ここのコンテンツ上げてるんで、うん、一くつく位置とか。はい。それはもちろん意識しつつ、なんか結構聞かれるんですよね。なんかプロってそれ以上上手くなりたいんですかとか。確かに。なんか何意識してるんですかと言われるんで、うん、いや結構自分もまだ満足してないですよっていう。おそういう自己研鑽動画です今日は。でも思ったより言っても思ったよりちょっと上手くいったんですよ。もうちょっと状態安定させて。いやすごかったですよ今。うん、3回ぐらいでも体遅れたんですよね。あれだけ遅れないようにして、もうコブの頂点に差し掛かった時に足の裏がスキー長いじゃないですか前後に。はい。だって足の裏がコブの頂点に差し掛かったその瞬間にグッてこうグッとピンポイントにこう下げたいんですよね。今やっぱちょっと早いのにびっくりして、はい、自分から無理して下げに行こうとしちゃった節があったんで、はい、もうちょっと足裏のセンサーを働かせて繊細に僕の性格のようになるほど繊細に行こうかなと。繊細に、はい、繊細ということでよろしいですか、はい、吉田プロ。結構繊細じゃないですか。多分そうそうですね、繊細ですね。カタカタ大雑把。いやでもいい日ですよ今日は。はい、もう一回行きます。行きましょう。お願いします。かっこいいですよ。さっきよりちょっと上手くいったかな。すごい、なんか安定してた感じする。タイミングなんですよね。やっぱ1回遅れると結構取り戻すの難しいんで、うん、最初の入りをもうしっかり丁寧にいって、あとそのリズムさえつかめちゃえばこうどんどんどんっていけるんで、はい、速い滑り方の時はなんかちょっとこんなの今シーズン意識して行こうかなって思ってます。はい。であとちょっとわざとこう遅らせるパターン、遅らせるパターン、今のもスピード速いから映えるって感じなんですけど、こうもうちょっとあえて余計な動きを出すみたいな、なんかね難しいんですけど、こう動き少ないとやっぱちょっとこう映像上分かんないんで、はい、なんかちょっとこう、あーなるほど、なった方がそうなんかいいじゃないですか。動きが見えますもんね、その方が。そんな感じのパターンをちょっとやってみようと思います。はい、違いしっかり出せるかね。お願いします。ここは、はい、頑張ります。頑張ります。腕の動きがちょっと出てますよね。出てます。ちょっとでも大げさだったかもしれない。ちょっとリフトで映像チェックしてもう一回やります。はい。あ、1個前のやつは1個前っていうか縦のやつ、縦のやつ結構かっこいいかもしれない。かっこいいですよね、うん、そう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 。あ、いいね。で今のやつがちょっと難しいんですよね。だから一見その YouTube の時だと、はい、ダメですよって言ってるような動きもう少しやっちゃってるというか、あ、でも
やっぱスキーって、はい、やりすぎぐらいがちょうどいいかも。結構自分的にはなんかさすがにそれは意識しすぎだろうって思いながら滑ったんですけど、ちょうどよかったですか？うん、なんか全然やりすぎ感はないかな。ドヤ顔がすごい終わった後のそこも含め、ドヤ顔がやばいけど、なんかあの一個前縦の時の方がコブちっちゃく見えるというか、あの楽に滑りすぎて、2個目の方がなんかちょっとこう大きいコブ滑ってるように見えるというか、確かにそういう風に見えます。そう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 、そういうテクニック、そういうテクニック、テクニック、滑り方によってそうコブの大きさを変えてみせるテクニックOK、 ちょっとこれもう一回練習します。はい、ありがとうございます。なんか今やってることなんですけど、1回目のパターンの方が結構縦めのラインなんですよね。はい、で2回目の方がちょっとこう深いところ通ってるような感じなんですけど、今僕いるのこう一番深いところなんです、コブの中で。はい、で1回目のパターンの時はこれよりも内側ずっと通ってきてるんで、あんまりこう足の強弱使わなくてもこなせるラインなんですよね。凹凸差が少ないんでここの方が、でもちゃんとしっかりコブに入っていくと結構こう深さが出るんで、その分やっぱり伸びたりとか曲げたりっていう差が出ないといけないんですけど、この差が出ることで結構こうアクティブに見えるんで、撮影の時はあんまりこうなんかシンプルに行き過ぎないように、わざとちょっとこの深いこの溝を使いながら、同じコブでも少しこう膝の躍動感とかハンドワークとかが出るような感じで滑ってるんですよ。それを今やってるという感じです。はい、わかりますか、かずみさん。わかりますこんな感じ、まあ、ちょっとそれをねしっかり目でわかる、あの差がわかるようにね、はっきりわかるようにもう一回やっていきたいと思います。はい、はい、お願いします。はい、こんな感じ。うん、あ、足結構使うからこの滑り方疲れるんですけど、はい、でもやっぱり普段撮影多くてやっぱりみんなにこうスキーの魅力伝えたいっていう気持ちでいっぱいなんで、なんかこういう練習をたまにシーズン中に挟んで撮影に臨んでます。はい、なるほど。かずみさんも小舟ちょっと今度頑張って一緒に練習しましょう。ぜひ、はい、お願いします。小舟のね一般的な動画はこれまでもあの上げさせていただいているので、ぜひそちらチェックしていただきつつ、プロスキーヤーがね普段種目別でどんな練習してるかっていうところも、まあ、今回の動画でご覧いただけたらなと思います。いいなと思った方は、はい、高評価のボタンとチャンネル登録よろしくお願いいたします。お願いします。かずみさんもありがとうございました。はい、ありがとうございます。背中で語る、背中で語るシリーズいきますThank you.